三重東西教寺は長崎県平戸市にある新言州地山派の仏教寺院。三号は高野山。本尊は国蔵菩薩像。西の高野山とも称される。現在の寺は1607年、平戸藩書大藩主の松浦重信により建立された。重信の墓所も当時境内にある。本尊は国蔵菩薩像。奥の院は最高寺の者。 本堂は、江戸時代中期の再建になり、境内の三重塔は1989年建立で、三重塔としては日本でも最大級のものである。重信以来、歴代平戸藩主の松浦氏の消えを受け、松浦氏から奉納された品々塔の時宝を、境内の霊宝館に展示している。九州八十八箇所霊場の第七十七番札所。伝承によれば、当時がある場所は日本に、 新言州を伝えた空海が唐から帰国して、初めて駒を焚いたところと言われ、新言州に消えしていた茂信はこの地に、寺院の建立を思い立った。しかし、当時、この場所には、総当州の勝恩院という寺院があり、茂信は移転を要望したが、住職の流殿はこれを拒否し、最終的に茂信は勝恩院を、住職もろとも焼け払ってその跡地に再教授を、 復興したという。その後、主ゲノブはしばしば竜丼と弟子の英哲の霊に悩まされていたが、ある時当時に参詣していたところ、赤子の泣き声で亡霊が退散しその後悩まされることがなくなったという言い伝えがあり、当時ではこれを起源とする小泣き相撲が毎年2月3日の節分の日に行われている。ありがとうございます。